雲不動産の今井です。これからシティハウス西池袋のご紹介をさせていただきます。池袋駅は山手線をはじめ8路線が利用できるビッグターミナル駅です。これだけいろいろな路線が利用できれば通勤やレジャーに大変便利ですよね。ターミナル駅なので駅周辺には東武西武百貨店をはじめとして大型の商業施設がたくさんあります。そんな便利な池袋駅周辺が今大きく変わっているのをご存知でしょうか。8つの劇場がある複合商業施設ハレザ池袋、ミュージカルや伝統芸能が堪能できます。都内最大級、高さ 18.9m、幅 25.8m の大迫力スクリーンが自慢の旧プラザ池袋、映画好きにはたまらないですね。防災公園の機能も備え、おしゃれなカフェもあるファミリーに人気の公園、池山パークなどが相次いでオープン。このように再開発が活発に行われており、ますます便利になってきています。これからも大型の開発が予定されていて、より注目度が高まり、人気の街になりそうです。そんな魅力がたっぷりの池袋エリアにシティハウス西池袋が誕生します。池袋って繁華街なので環境が悪そうなイメージがないですか。ご心配な方はこちらの池袋駅からのアプローチを見てください。 JR の改札を出て数フロアのデパ地下がある東武百貨店から地下の商業施設を通って地上出口を出るとすぐに立教大学の正門の前に出ます。ここ一帯は文教地区に指定されているので遊戯施設や一部工場など住環境を悪化させる施設は建てられません。こんな雰囲気の道だったら安心してマンションまで帰れますね。この文教エリアを抜けるとすぐにシティハウス西池袋です。池袋駅からも徒歩圏ですがもっと近い駅があります。東京メトロ有楽町線と副都心線が利用できる金目町駅です。新宿、渋谷、銀座方面に乗り換えなしでアクセスできるので通勤やショッピングに便利です。金目町駅からこんな広い歩道を通って徒歩4分です。おまけに信号も渡らなくていいので余計な時間がかからないです。子供が飛び出して危ないということもないので安心感がありますよね。こんな魅力的な立地に19階建て137戸のシティハウス西池袋が誕生します。リビングは立教大学のある文教地区を向いていますので上層階でしたら池袋や新宿エリアを一望できる眺望が楽しめます。都心の夜景を見ながら家でくつろぐ生活なんて本当贅沢ですよね。お住まいになるルームプランも魅力たっぷりです。防犯カメラ付きの玄関を入りまして、ご覧のように都心の眺望が楽しめる広々としたリビングダイニングとなっております。隣の洋室とはこのように木戸で仕切られておりますので閉じたり、開いたり主体的な利用が可能となっております。そして窓ガラスの面積も非常に大きく取られておりますので開放的な眺望をお楽しみいただけます。バルコニーはこのようにミニシンク付きです。ガーデニングにも大活躍ですね。上層階からは遠くまで見渡せる眺望もお楽しみいただけます。こんな風に椅子に座ってコーヒーを飲みながらリラックスできるというのも贅沢な気分にさせてくれます。気になる設備も充実しています。リビングダイニングにはガス温水式の床暖房が装備されております。そしてこちらには高級感あふれる天然石のカウンター付きのキッチンがございまして、ディスポーザーが装備されております。三角コーナーを置かなくてもよく匂いが出にくいということで評価が高い設備です。そしてさらに食器洗い乾燥機が標準で装備されておりますので、料理好きの私には非常に嬉しい設備です。こちらがバスルームです。入浴が楽しくなるミストサウナもついています。気になる収納も充実しています。洋室にはウォークインクローゼットがございます。ご覧のように掃除機や
スーツケースが収納できる何度も全タイプにございます。他にもこのような食品庫や理念庫などしまいたいものに応じて効率よく収納していただけます。ご視聴いただきありがとうございました。魅力いっぱいの街、池袋エリアに誕生する19階建て137戸の大規模レジデンス、シティハウス西池袋。ご興味を持っていただけましたら、ぜひ、スミフ西池袋とご検索ください。お待ちしております。